どうも村田です。今回はロンダートからフラッシュキックをつなげた時に動画じゃ見えないね、私なりに気をつけている部分っていうのをね、話していきたいなと思います。はい、早速始めます。ロンダートで足を叩きつけたら伸身宙返りをするんだけど、一応私的にはこう反ってスワンをするつもりで伸身宙返りしていって引っ張ってるんだよね。そしてこの叩きつけた瞬間が一番勝負だと思うんだけど、ロン中できる人だったら多分わかるんじゃないかな。叩きつけた瞬間にさ、抱え込みやるんだったら抱え込み、伸身やるんだったら伸身のモーションって、この叩きつけた瞬間でもうなんかやってない？わざわざここで回転を回そうっていう意識を使うというよりは、もう叩きつけた瞬間に自動運転で回転付けに入ってるみたいな、それで回転がこうかかってくるみたいな。だから私がね、このフラッシュするときに引き上げて足をパカって開くというよりかは、ロンダートで叩きつけた瞬間にもう伸身の回転が決まってるんですよ。だからその決まってる状況で、あとは私前後開脚パカーみたいな感じ。よくね、蹴り足でしっかり蹴って反対足は引くとよりね、開脚が綺麗に開くみたいなことを、言う人もいるとは思うんだけど、私的にはそういう意識ではなくって、本当に前後開脚せいってやるつもりな感じ。ロンダート叩きつけました、この瞬間にもう回転付けって決まっているから、無意識で回転付けやってるから、その後空中でせいってこう前後開脚をするような感じってことだね。じゃあバイバイ。